はい、8月になりまして、第2回目のですね、眼力コンテスト、こちら関口さんの賞は締めの方ですねのご報告をさせていただきたいと思います。今年は例年よりちょっと梅雨明けが遅くてですね、少し日照不足気味でですね、若干魚の色合い、そして水の出来などはちょっと例年より違うかなと感じております。まあ、梅雨が明けたとは一気に暑くなりですね、外気今外33度ありまして、ハウス温は37度あります。そして、水温はですね、こちら26度で設定しております。まあ、暑くなりますとですね、自動的にこちら、クーラーの仕様になっておりますので、26度を超えることはないように設定しております。まあ、あんまり温度が高いとですね、視聴は仕上がらないので、これぐらいでセットしておりますが、ちょっと場所が、悪くなってしまいましたので、網を入れてみたいと思いますが、まあ、先ほど前の松江さんのような感じでちょっとランダム適当に現在の状況の感じをすくってみますけども、逃げられましたね。はい、何匹か、何匹も入れませんので、もう一度このようにここで取りたいと思いますが、まあ、今の段階ではですね、特別に日がかけてしまったりだとか飛んでしまって白写りになってしまったものは、ございませんね。サイズもですね、まあ、多少ばらつきがありますけども、22、3センチぐらいで止まってるのかなと思います。墨もですね、それほどまだやはり変わってきてないのかなと思います。なるべく映るようにやっておりますが、まずちょっと色合いだけは見たいですね。ちょっと網、今少しちょっと角に来ましたのでちょっとすくってみますが、何匹か5匹くらい入りましたかね。現在の色合いはこんな感じです。割と、照れのあるような感じの色合いにはなってきておりますが、墨も、部分的にはよく決まり始めてきておりますね。はい、じゃあちょっともう一度全体的に移して次の池に行きたいと思います。やはり墨がしっかり出るようにですね、透明度は高くして買っております。濁ってしまうよりかはですね、このようにスカッと、した方がですね、墨が出やすいのでいいのかなと思っております。ちょっと今の段階でですね、なかなか、品評会となりますと審査が難しいので、次回まではですね、多少変わるようにちょっといろいろやってみたいなと思っております。はい、それでは隣の池に行きたいと思いますが、またね、いつも通りアナログで黒いシートをはいやりながらやっております。こんな感じで、こちらも、関口さんの締めの方なんですけども、現在23センチ前後で、飼育しております。餌はですね、前回同様こちらは、赤富士を使用しております。もちろん今年も日動さんの方にですね、ご協力いただいてやっておりますが、赤富士をやっておりますが、ちょっとまだ紅富士に比べてですね、こちら紅富士はですね、やはりスピルリナが強かったので強烈に上がっておりますが、こちら若干ゆっくりめで上がってきておりますね。まあ、これで秋までにどのように色が上がってくるのか分かりませんが、ちょっと試したいなと思いますが、黄ばみはないですね。墨もよく出てるのはよく出てきておりますのでね、どのようになるのかこちらも試したいと思います。水温は26度、透明度を高めて飼育しております。サイズもですね、多少個体差があってばらつきがありますね。ちっちゃいのは20センチ超え、大きいのは23センチぐらいですね。じゃあちょっとこちらも奥の方行ったので網を入れたいと思います。はい、泳いできました。まあ、お預かりしている子はこちらもですね、現状まだもちろんまだというかおかげさまで一匹も落ちることはなく、飼育できております。ありがとうございます。何本かはですね、頭の方の墨もカチッと決まってきていますね。結構締め買いをしてますけども、それほど痩せてはございません。割とふっくらしてますので、健康的には良さそうです。はい、締め買いの関口さんの昭和を送りしております。はい、夏を超えて水温がこう少し下がってきてからですかね。そうですね、少し
落ち着いたら9月に入ったら水温はまた25度ぐらい設定して下げていきたいなと思います。やはりですね、夏の暑いのは経験させてあげないと秋にですね、スカッと仕上がらないというのが個人的なイメージはありますので、やっぱり暑い夏を超えて秋に初めて仕上がるというイメージですので、まあ、今はちょっと暑い時期なので暑く目で飼育しております。はい、お預かりしてた鯉、気になる鯉はビデオで映りましたでしょうか。なかなかこう1匹を撮影すると違って群を撮影するのは難しいですね。はい、いかがでしょうか。はい、なかなか反射して見づらい点があることをご了承ください。はい、それでは続いて伊佐さんの方に行きたいと思います。一度ここで行ってみましょうかね。はい、一回行ってもらって、はい、次行きます。